メルハマということで、今日もインスタライブを やりたいと思います。ちょっとね、話したいことがあってですね、退院して2日目になります。はい、出産自体がね、すごい大変っていうのを分かってたんですけど、その後もね、寝れない生活が待ってるっていうのも分かってたんですけど、どうもこんにちは、こんにちは スレイマン今退院して2日目なんですけど、何がね大変ってね、別に寝れないことは大変じゃないんですよ。寝れないことより授乳が過酷すぎるっていうね。病院で、すごい一泊過ごした時に授乳のやり方とかを看護師さんに教えてもらったんですけど、2、3回授乳してね、私の授乳の仕方がね、多分あんまり良くなかったのか分かんないけど、乳首がね、切れるというかね、乳首からね流血して、一旦ね授乳をちょっとストップしたんですよ。ストップというか、もうね、乳首が切れるから、血が出るからね、ちょっともう痛くて痛くてしょうがないっていう感じで、なんかね、出産、いや、授乳が大変っていうのは事前に聞いてたんですけど、ここまでかっていうね。すっごい痛い、めっちゃ吸われてすごい痛い、痛 で、授乳だから、その血が出るから一旦もう病院では授乳はストップして、で、昨日帰ってきて、でもその吸わせないと結局出ないから、で、昨日の時点ではあんまり出てくれなくて、で、アンネにね、授乳方法をね、指導されることになって、もうね、それがね、結構きつくて、もうね、乳を出すのはもうね、まあ、ね、もう恥ずかしさとかはもうあんまりないんですよ。あんまりない、もうない、もう乳、もう私の乳はちっちゃいけど、ね、もういいって感じなんですけど、この授乳するときにね、そのここもっと持てみたいな感じでね、アンネがね、こうつまむんですよ。それがね、赤ちゃんに吸われるのもめちゃくちゃ痛いのに、アンネにもうめちゃくちゃつままれて、もう痛い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 みたいな感じでね、もう授乳してて、昨日ね。でもなかなか出てくれなくて、そうで、ミルクを旦那さんに買ってきてもらって、そのもうじゅ今は授乳だけではやっていけないので、そうだから、でも吸わせないといけないから、一応吸わせてはいるっていう感じ。そうです。でもまあ、吸わせてたら、ちょっとずつ出てくるようになってきたかなっていう感じ。でもアンネの乳はまあ大きくてね なんか吸いやすい。そうだからね、なんかね、昨日はね、アンネが乳を出し始めてね、乳を出してね、こうやってやるんだよって言って、赤ちゃんにね、吸わせ始めたんですよ。で、アンネはお乳出ないでしょうって言ったんですけど、こうやってやるのって言って、赤ちゃんに吸わせる練習をさせて、その後私に「はい、乳準備して」みたいな感じで 授乳するって、もうね、それが痛くて痛くて。そうで、アンネの指導がね、そう、胸は小さい方が乳が新鮮です ありがとうございます 唇をめくり上げて奥まで押し込まないと引っ張られて切れます。もうね、授乳ってこんなに大変、いや、話では聞いてたんですよ。話では聞いてたけど、こんなに大変なのかっていう、その、もう夜眠れないとか、そこじゃない っていう 切れるんですよ、多分。吸う力が強いんだと思います。本当にね、本当にね、授乳って、もう、痛くて痛くてしょうがない。でも吸わせてたら、ちょっとずつね、乳もね、張ってきました。で、昨日はね、ちょっとアンネと喧嘩みたいになってしまって、そのアンネがめちゃくちゃこうつまんでくるから、もうちょっと痛いから待ってみたいな感じで。で、夜ね、アンネがね、すごいでっかい安全ピンを持ってきたんです。で、なんかこの胸元をね、
こうやってなんかやって、私はね何を言ってるか分かんなかったからね、あの安全ピンでね、そのね乳首をえぐれって言われてんのかなって思ってね、ちょっとそんなんできないよって言ったんですけど、それはそうじゃなくて、なんかここにね安全ピンをつけるとね、なんか邪悪なものからね守られるみたいな考え方があるみたいで、なんかこれを胸元につけろっていう意味だったらしいんですけど、私は乳首はえぐれって言ってんのかと思って、もう無理言ってくれてそう、それでちょっと昨日ねアンネと喧嘩っていうか、なんかそう、そんな感じで、なんかもう授乳だ、お母さんってほんとすごいなと思いましたっていう、もうね、なんか赤ちゃん生まれて幸せハッピーよりも父が痛いっていうそんな退院2日目、生後3日目にです。はい、本当に世の中のお母さんすごい、本当にご出産おめでとうございます、ありがとうございます。大変ですよね、本当に本当に本当に。しかもね、あのここだけの話ね、あの私の乳首はね多分陥没乳首なんですよ。なんだろう、その乳頭が長くないから、だからなんかシリコン乳首みたいなのをつけてやってるんですけど、そうで、アンネがその私の陥没乳首を見て、多分なんかこんな乳首見たことないみたいな、なんか乳首の頭がないみたいな感じでね言われてねね、もうそんなこと言われてもっていう感じで、そうで、赤ちゃんあの乳が出ないからね、赤ちゃんお腹すくよねとか言われてね、そんなこと言われてもっていう感じではい、っていう、ワセリン塗ってラップして保護してあげると少しは楽になるかもしれません、ありがとうございます。あ、ランシーノのクリームがおすすめです、ありがとうございます。そう、なんか血が、そう乳首があれだから、だからなんかね、あの病院で看護師さんがあのこれおすすめですみたいな、なんか多分乳首のクリームを教えてくれて、一応旦那さんが買ってきてくれて、それを塗りつつはやってるんですけどね、ね、で産後イライラしすぎて家族と喧嘩ばかりしてましたね。父は血なので体力気をつけてください、ありがとうございます。保護クリームはトルコなどで売ってるんでしょうか、わからないですが、あ、一応売ってますって、買ってもらって一応つけながらね、あの授乳と授乳の間につけながらやってますけど、痛い、本当に。2人産みましたが、どちらも授乳を悩みましたね。もう本当にね、こんなにっていう、なんかもうその昨日は股が痛いとか言ってたんですけど、もう股の痛みよりも乳首の痛みの方がね、しかも胸めっちゃ張るしっていう感じ。はい、授乳したら出るかもですよ、ちょっとずつね、ちょっとずつ出てきてます、ちょっとずつ出てきてるので。で乳首も、あ、そう、乳首もねちょっとずつ出てきてます。そう、なんかアンネはそう、あのこんな乳首見たことないって言って、なんか乳首のね、あの乳頭を出すね、なんか機械を買ってこいみたいなね旦那さんに言ってたんですけど、でも授乳してたらちょっとずつね出てきてますけど、痛い、そう乳首痛いよ、泣きたくなりますよね、体質によって出る出ないありますよね。そうで、昨日はあの日本のね、あのお父さんとお母さんに電話して、でもう授乳が痛すぎるとお母さんに相談したんですよ。あのね、実の母に相談したら、なんかいや、なんかもうそれは乗り越えなさいみたいな、我が子のために乗り越えなさいって言われてなんかそこで妥協したらダメよみたいな、吸わせないと出ないんだからみたいな感じでね、カツを入れられましたはい、そんな感じです。貼ってたら出さないと乳腺炎になるので気をつけてね、ありがとうございます。私も一人目の時、乳首につけるキャップつけて、乳首につけるキャップつけてた。あ、そうなんやね。私も今つけてます、乳首、シリコン乳首みたいなやつがないと吸ってくれない。はい、産後の乳首マッサージは痛いらしいです。アンネは助産師さんみたいですね。そう、はい、
ということで、あの今日もねちょっと聞いてほしい話をぼやきました。ありがとうございました。ではでは、キャンデネイーバッコライエルスギョルシュルース、バイバイ。やっぱりうちの親根性論やな。3000にケアしとくと多少違うんだけどね。いや一応3000にね、あの陥没乳首って分かってたから、あのマッサージ、乳頭マッサージをしてたんですよ。してたけどダメだったって感じです。ありがとうございました。